入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは話していきましょう。学びズムの山城です。学びズムの江田です。どうも、ということでですね、はい、本日も質問の方来てますけれども、最高ですね。ありがとうございます。もう質問いっぱいね、はい、その質問がですね、はい、高3の4月まで何にも勉強してきなかった、してこなかったんですけれども、ここからでも間に合いますかと、いう質問なんですけれども、お願いします。いや、これもね、ズバリ言いますと、はい、まず絶対間に合います。絶対間に合いますし、はい、いやこれ要はさ、体験とかしとったらさ、うん、言うやと思います、ね、しかも、まあ、お父さんお母さんが、うん、大丈夫ですかね、うんうん、いうふうに、うん、いや言うけど、言いますね、正直もう、もう、まあ、今動画だからね、うん、言わせてもらいますけど、そんな質問があった時に、いやちゃうねんと、うん、間に合わせるんですっていうところなんですよ。間違いない。間に合うんですか間に合わんのですかじゃなくて、間に合わせるんですっていう話です。間違いない、はい、もう間に合うさ。ほんでね、もう女の子が言うたらまだええわ、うんうんうん、俺男が言うたらもう腹立ってしゃあないでしょ。間違いない、腹立つ。間に合いますよ、お前が間に合う、お前の人生っていうふうに思うんですけどね。間違いない、うん、いや純正でもね、3年の10月とかから入っていいからおるやん、11、12、1の4ヶ月間しか勉強できひんと、うん、しかも学校の偏差値40ぐらいの学校行ってて、うん、野球しかしてへんかったと、うん、でも4ヶ月で必死こいて勉強して逆転合格して関大、うん、そいつは言わんやん、この4ヶ月で間に合いますかねっていう、その後ろ向きな姿勢が間に合わなくさせますんで、あと、何4月からやったら4勉強してないとかしてるとか、もうしてるとしても、ほんまどんぐりの背比べなんで、そんな、してない子がほとんどなんでね、受験勉強だから、考えないでください、そんな。でも、ゼロスタートだったとしても、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、10ヶ月勉強するんでしょ、うん、だから、4月なんですけど、間に合いますかねっていう口癖を、うん、これ、親も変えてほしいんですよ。あと10ヶ月ですけど、間に合わしますので、ご指導ください。ちょっとご指導くださいって言ったら、ちょっと上からってしまうけど、その姿勢で来たら、俺らも、こいつは受かるから、絶対に、もう心から指導してあげようっていうふうに思うし、そう思わへんくても、そういう子はやってくれるから、だから、教育として、自分が今これを言うてくるのが今の高校生なんだったら、うん、今から、うん、口癖変えていったらいいから、4月からですけど間に合わせたりますんで、うんうんうん、もしお父さんのお母さんは言ってるんだったら、ほんまに子供に悪影響なんでやめてください。間違いない、はい、間に合いますし、間に合わせる子に育てるのが我々の使命であり、保護者様の使命でありますから、10ヶ月間で間に合わすように家でもうバリバリやりますので、塾でもバリバリやってくださいっていう風な方向でいければ、最高の受験ができる。間違いないですね。すごくこの度だよなっていう風に思う、うん、はい、まあ、なんていうか、そういう風に家で言っていただけてるお子様はこういう風な発言をしません、うん、はい、これお父さんお母さん見てらっしゃるかわからないですけど、高校生に向けて言ってますけど、まあ、言わんとこ、間に合うねん、いや間に合わせんねん、俺の人生やねんから間に合うねん、いつもうまいこと言ってきたよ、うん、それでいいです。間違いない、はい、以上ということで、間に合うでしょうかという言葉は僕ですということで僕にしましょう、はい、ということでよろしくお願いします、はい、ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。学びズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカン同一の頭学部の情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアット学びズムで検索、 MANAVISM です。
ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタンもしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カン予備よりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン下の動画説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。